はい、今回はですね、マーベラスについてお話ししていこうかと思います。早速、基本データからです。身長198センチ、体重が130キロ、超人強度が1800万パワーで中国出身ですね。でパーフェクトラージナンバーズの一人で干渉の称号を持っています。でラーメンマンと同じく超人拳法の伝承者なんですよね。でラーメンマンは額に中の焼印があるんですが、マーベラスは竜の焼印があります。まあ、性格としてはですね、卑怯な手を嫌う一面を持っていますね。であと、まあマーベラスの最大の特徴と言っていいかもしれないんですが、光竜と蒼竜についても、お話ししていきます。この光竜と蒼竜っていうのは両肩に救う2匹の竜なんですよね。実はこれ道具ではなくて、個々に独立した意志を持ち、マーベラスを守っているみたいです。でマーベラスはそれを加味した上で自身の武器として、取り込んでいるため、制御しているとも言えるっていうことは、これは学研の図鑑で書かれていましたね。まあ、正直ちょっといつの頃から救っているのかっていうのはちょっと知りたいところですね。回想シーンでは、まあ、ちょうど超人拳法で修行している頃のシーンがあったんですけれども、一部はね、そのすでに光竜と蒼竜を身につけてね、壺とか割ってるシーンもあったんだけど、一部なんか何もつけてない頃のねと思われるマーベラスも映っていたんで、まあ、超人拳法を修行している途中にそのね光竜と蒼竜がくっついたのかなっていうのはちょっと思ってるんですけどね。で、まあ、主な技なんですが、一応ねラーメンマンと同じくね超人拳法を使いこなすんですが、まあ、光竜と蒼竜を利用した技がメインでしたね。で、まあ、それを紹介していくとですね、蒼竜トグロ固め、これトグロって字が結構難しくてね、土辺にトキって、ね、検索しないと出てこなかったんですよ。でまあそれはいいとして、あとシワン竜拳でライジングドラゴンですね。これはまあ光竜と蒼竜が敵に噛みつくんですが、まあ、蒼竜胴体飛炎へつなげる技でもありますね。で次に今言ったように干渉蒼竜胴体飛炎ですね。これがまあおそらくフェイバリットっぽいかなとは思うんですが、まあ、ねじり合った光竜と蒼竜が噛みつき敵の体に大回転を与えることで飛ばす技ですね。ラーメンマンはこれを食らってですね、壁に叩きつけられていましたね。で、戦績なんですが、ラーメンマンと対戦して敗北しています。まあ、蒼竜がですねラーメンマンのこめかみを狙った際にはパンチでそれをいさめる場面も見られました。これはですねマーベラスがあくまで正々堂々の勝利を目指していたためなんですよ。で古傷を攻める手段はマーベラスは姑息と考えていたみたいですね。まあ、しかしその最後はですね光竜と蒼竜を首に巻きつけられた状態でガウロ戦ドロップを食らって失神してしまい敗北しました。まあ、これはラーメンマンがねその終始マーベラスの首を重点的に攻めていたのは迷いがあったからではなくてね、要はその前にクラッシュマンが自害してちょっと動揺してるとかそういうものではなくて、まあ、長時間その、ね、失神させて自害を阻止するためだったんですよね。まあ、しかしその結局ねマーベラスは蒼竜に、心臓を食らいつかせ自害を果たしてしまいました。でまあ、最後にですね、まあ、このマーベラスっていう超人はいわゆるドラゴンタイプの超人で、自分はね、まあ、これ動画でも上げてるように中日ドラゴンズのファンなんですよ。だから登場した時はね結構期待していたんですが、まあ、出番は結局少なくてですね、地味な感じは否めないかなっていう感じですよね。まあ結構その何マーベラス自体が超人拳法の伝承者っていう設定があったりとかね、あと光竜と蒼竜についてもう少しね深くね掘り下げていったらもっと感情移入できてね人気が出たのかなってのはちょっと思いましたけどね、いろいろとなんかちょっと惜しいかなってのは思いました。あとねそのマーベラスなんですが、その個人的にねゆでたまご先生って筋肉マン以外にもいろんな作品を書いてらっしゃるんですが、例えばね戦いラーメンマン、まあ超人拳法の使い手ってこともあって戦いラーメンマンとかね、あとね幽霊小僧がやってきたって、こっちの方のが、ね、なんか世界観合ってるかなっていうのはちょっと思いましたね。あの幽霊小僧がやってきたって結構古い作品らしいんですが、自分がね通っていた接骨院にねちょうどねコミックスが置いてあったんですよね。だからそれを見てね知ったんですけど、結構面白かったんですよ。自分ねだから妖怪
のねタイプのね漫画が大好きなんで、だからある意味そのゆでたまご先生の作品の中では筋肉マンの次ぐらいに好きかもしれないですね。はい、ということで今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。